良くないことが重なりました。まず一つね。何番だ。まずこれだよね。まずこれ残念なのは前日のね。はい。はい。まあこれはもう通ったことはないんで、まあいいでしょう。でこれです。はい。ね。で、ただ実際結構巻くんですよ、この番号でこうなっちゃっても。実際に400番とか300何番とかになったりとかするんだよね。だからまあいいやと思っておりましたらば、これはね、これご覧の方にはね、ぜひ注意してもらいたいんで、最悪なのはこれです。印象忘れましたね。あのね、ボタンは押してください。ボタンを押さないと抽選受けても、要はね、まあ、要はこの時にもうこのボタンを押さなきゃいけなかったんですね。でこれあと13分って書いてあるんですけど、いやー番号悪かったってオフギーのグループ LINE にこのスクショを送ったところで僕の中で完結してしまったんでしょうね。結論じゃあ今日一般入場ってことですか。一般入場です。やることはやったんですけど、まあ、気をつけてくださいというのと、まあ、今後僕も気をつけますというお話でした。一般入場で頑張ります。はい、番長マイジャグはまあもう当然だよね。他はパラパラ空いてるか。お？これいいんじゃないの？はい、ちょっといいとこ取れたんじゃないかな。でもね、なんでひょっこり空いてたかちょっと分かった気がする。3日間すげえ出てんだよね。いやセントセイヤとか打つのすげえ久しぶりだな。石井選手やるね。高額チャンス目、あの 50% のやつだよね。やりますね。さすがに外れねえわな。あ、はい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 、素晴らしい。7000円。さっきのスイカか。あ、てかここか。チャンス目、あ、大丈夫だろう。これは継続しとってもらったと思う。はい、ありがとう。おやおや、あ、あ、60%。ほい、あ、不衛か。微妙だな。
あれまた増え、あれ、おーおーチャンスアップ、安攻撃で、あれやめろ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 、頑張れ、うー最後ボタン、おお来た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 、やりました、いやちゃんいい仕事したね。セイントセイヤで7000円でラッシュって無料みたいなもんだぜ。やりました、ここで決めちゃうか今日は。おいいよ、いいよ、いいね、ほい、あ、うー緑灰ダメか、おー、いいよ、オッケーオッケー、カットイン、カットイン、よしよしよし、緑2回はすかさねえだろ、よしよし、よしよし、あー、いや、まあまあいい、全然全然 OK、全然 OK です。セイントセイヤとかだとさ、まあ出たら実戦時間が半日なわけですよね。このラッシュの初当たりをじゃあ何回いけるんだと、過去一応3回引いたことあるから、ただ最高3回でこの際まで1回か2回っていうのが、まあ、大半なんだよね。場合によっては0回ってこともあったけど、最高で3回なんだから、せいぜいやっぱ2回ぐらいだと思ってた方がいいわけよ、半日だったらね。ここで勝負を決めるぐらいのつもりでやんなきゃいけないってことだよね。いけ、おー、もろたね、もろた、またゲームするやつだ、なんか偉いの出てこねえかな、おお、来た来た、よし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 、さあ誰、偉い人、ここでボタンって出るっけ、アフロディーテはそうでもねえよな、そうでもないです。平均 58.3 ゲーム乗せ、5.2 セットだから、まあ5セット以上続けばまあうんって感じだね。まあ、結局は追撃しないと多分アフロディーテとかじゃそんな大きいの乗らないはずなんで、お追撃、よしよしよし、ドン、まあまあ平均よりは取れてる、いいでしょう、
210枚、まあ、投資が7320枚だから、まあ、1000枚弱まあ浮いたんで、まあ、普通に頑張ったかなって感じだね。ただこれで終わっていいのかって言われると良くないんで、もう頑張ろう。終焉のシンフォニー、到底かな。お、いいよ。流星拳のワードが出ましたよ。はい、おう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 、悪いないんじゃないか。よーそう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 、あれあれあれ、こんなうまい話がありますか。ここよ、おこれあるぜ。いける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 、あーいけるいける、いや大丈夫大丈夫、これはい、いや大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、よーしよ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 し、このレア役で書き換えたとかじゃないよね。うん、弱者だし。やりました。まあこれでセントラッシュの初当たりも2回目なんで、まあ普通にやっても軽く2000枚以上浮きを出さなきゃいけないとこだよね。出る、カットインだよカットイン、物足んないけどね。これ青背景ってことだよね。まだめったに出れえから意外と揃っちゃったりするんじゃないのこれ。はい、いや駆け抜け案件だなこれ。初っ端のラッシュはこれだったらだいぶ痛かったけどね。まあ初っ端まあまあ頑張れたから、まあ許そう。なんかの間違いでもう一発とかねえか。通攻撃、よいしょ、さすがにか、おおい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 、
いいの？マジで？あります？マジで？あいや微妙は微妙だけど、てかまあダメそうな雰囲気だけど、いや、まあいいじゃない、よかった、よかったよかった。今ざっと店内を見てきたんですけど、まあまだ昼過ぎなんで出玉が見えてないところとかもあるんだけど、全体的な印象としてはね、どっかに固まってるっていうよりはなんかまんべんなく散らしてあるかなみたいな印象かな今のところ。まあ細かく全部見てるわけじゃないんでわかんないですけどね、えなんか割となんていうのかな、ここね手前2階かの傾向だとなんかどっかに割とドカーンってね寄ってたりなんてことがあったんですけど、まあ番長とか前弱とかね、まあわかんない、まあ今回もっていうことになってるのかもしれないけど、ただまあ見た目の出玉の印象的には散らしてるような風に見える。セイントセイヤの高設定っていうのは、まあ、要はモード以降が優遇されてるから初当たりラッシュが多くなるっていうことでしょ。ただまあじゃあそのモード以降にどんだけでかい差がついてるのかって言われたらね、そんなすぐすぐ分かるほどのものじゃないわけですよ。まあ6とかだったらある程度まあ当たりはつけれるのかなと思うけど、まあそれにしてもね、なんやかんやそのモード以降のいい挙動っていうのがね、これはそれこそ半日とか 4,5 時間の実践の間に出てくれるのかっていうね、まあ、俺変な話しごろ確定で出てめこめきのやられたこともあるしね、後ろ TV にどっかに動画が残ってるはず、それそうそう、なんか正月元旦に言ったんだよ、うん、2年ぐらい前のにその時に早々にしごろ確定したのはいいけど、結局ね、ラストの初当たりが一応1回取れたのかな、ただまあ、手もなしみたいな感じでどうもならなかったんだけど、まあ、だから6はともかく4とか5とかだとで、場合によっちゃまあまあ苦労するよねっていうね、話になるわけで、ね、壺にはまっときはすごいんだけど、ただ出る、出ないっていう部分に関して言うとさね、それはもう上乗せだったりとか特化ゾーンだったりとかっていうところのさで引きの問題になってくるから、まあ単純に出てれば高設定っていうことにはまあならないんだよね。で仮に設定があってもそれこそ天井2周とか普通にあるからね、900900みたいなね。まあ本当特定役解除するかこのねコスモポイントで解除できないと基本的にはもう天井上等になっちゃうんでね、なんとか初当たりだけコンサントに取れるといいんだけど、はい、996ゲームで当たりました。あ、初手からまずい。あ、ちっちゃいね。
よしよしよし、コスモポイントだった。いやきついきつい。今470で、まもなく500なんで、でそこでなんとかなんないかな。500ゲーム台はセイントセイヤで言うならね、ちょっと遅めの連チャンみたいなとこあるから、そこで当たってくれればもう十分だよ。おう、赤い、いけるか。チャンスアップはないけど、いけ、よし。まだギリギリ持ち玉よ。これ外れたらもう時間的に無理だな。もう実践時間1時間切ってるから続行できないよね。頼む。さあ、運命のジェネラルバトル、ここで決まります。うわ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 、いやーきつい。無理じゃね。いやーでもまあ300枚弱ぐらいはもう多分持ってんだよね。このコインを持って最後何かを打とう。で勝って帰ろうは勝って帰ろう。何打てばいいの。はい、シメロ VS バケが243分の1、まあビッケ引けてないんだけど、もう跳ね返り狙いだよ。やっぱね、ジャグラーとかそっち方面はもうやっぱね、いい台は空いてない。まあこういう日に限っては開かないよね、それはね。いやーちょっとせいや残念だったけど、でもね、最初のラッシュ取り切ったとこであそこでやめるっていう選択肢はないもんね。さっと一発受け貸し込んでるから一瞬でプラスなんだけどね。なんでもない、ちょっとやっといて。いや、ナイスナイス、完璧。これでまたプラスだったよ。もう一発ビッグ引ければ勝って帰れるな。外れは出ずね。ここに来て牛尾不眠収支がまあまあ上がってきたからね、まあ、2000何百枚かね、プラスなんだけど。おお、よし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 、畳みかけたい。おお、よしよし、やった、やりました。勝ったかな。いやでもやっぱこういう日に負けないって大事だからね。やっぱ期待が大きい分で負けた時のダメージもでかいんで、故に負けないって大事。はい、それじゃあ恒例のフィーピングタイム、昼過ぎぐらいに、なんか今日はちょっと全体的にこう散ってる感じ、どっかになんか一箇所にぐわーっていうよりはっていう印象を受けましたという話をしたんですが、引
引き続きそんな感じかな。番長は そんな感じですよね。まあ、出てるだよ、やっぱ出てるし。で、まあ、ジャグラー、マイジャグも、うん、この時間でもやっぱ30回前後ぐらい、これ16の17とか15の15とかさ、で、バケがきっちり上がりつつ、ナイスな合算で、はいはいはい、やっぱり6以上の確率でバケを引いてる台がやっぱ相当数ありますんで、マイジャグも今回は前代かって言われるとね、まだ何とも言えないけど、まあ、確実に入ってますよね、13の20、うん、でマイフォーも、うん、そうだね、ちらほら空いてたりもするんで、こっちもやっぱ前代ではないと思うんだけど、でもやっぱ13の17とかさねえ、まあ、バケが跳ねてる台ちょっと優先的に言ってるけど、11の20、ほら3000ゲームで3300ゲームか、うん、そうですね、うん、13の17とか、まあこれもいいでしょう、18の15ね、番長はでも、あ、なんかこういうとこ見るとなんか固まってそうな気もするんだよな、ずらーっとね、2箱、1箱、2箱、5箱、4箱半ね。はい、実戦終わりました。投資322枚、7000円、523枚流しましたよね、201枚のプラス、個人的には後ろ踏み、これでだから3連勝、ね、うち今その2回はマルハンのこちらの新宿東宝店さんなんですけども、いや、あのこれでねトータル3枚がね、もう3000枚が見えてきましたよ。おかげさまで順調に推移しております。はい、でやっぱり今日もね、やっぱ案の定朝からパンパンの稼働で、いつもだとなんかちょっと特定の機種に結構こう寄ってるなみたいな印象が強かったんですけど、今回はねなんか割と全体に散ってるなというか、なんかちょっとパターンがいつもと変わってきてるんじゃないかなというような印象ですけども、まあ多分終わってみると今日も結構な感じに仕上がるんじゃないかと思いますんで、まあ例によってですね、あの特設サイトの方で結果レポートの方をご覧いただけるとよろしいんじゃないかと思います。まあ一つ今日反省点としてやっぱ朝の抽選ですね、あれやっぱね注意しないといけないなと思いました。今日はもう抽選の番号が悪かったんで、まあちょっとあのっていう意味ではそんなにロスはしてないんですけど、あれだから早い番号引いててね、よし一応やったるかみたいなテンションになってる時にね、あの認証ボタンを押し忘れただけでね、それがあのパーになっちゃいますんで、コンパス抽選、まあ今ねいろんな地域で普及してきてますけども、ご利用の方に拝れましたですね、そこを最大限注意してもらいたいという感じでございます。まあまあこの調子でですね、一段ずつまた階段を登っていければという感じなんですけども、ぼちぼち後ろ踏み取材なんかも入ってきますんでね、11月からそちらもですね並行して進めていきますんで、一つ後ろ踏みのこの動画をご覧の皆様におかれましたですね、これまた特設サイトの方で後ろ踏み取材の方もですね合わせて開催状況をチェックしていただきつつですね、ぜひとも参加してもらいたいという感じでございます。ということで今回が7回目だったのかな、トータルで7回目ぐらいでね、はい、無事勝利でございました。また次回頑張ります。お疲れ様でした。さよなら。